ウートガルザ・ロキが、トールに、スクリューミルの頭と見せかけて、山を横断させたと説明する場面。ウートガルザ・ロキは、北欧神話に登場する巨人の王。ウートガルザ・ロキ、ウートガルザ・ロキは、スノーリノエッタ第一部、ギルビタブラカシ第四6六から四十七章に、登場する。幻を操る術や感知に長けた作を得意とする。雷神トールがウートガルズを訪れた際は、 まず変装して、スクリューミルになり、遠方の山を自分の頭部だと、トールに見誤らせて、ミョルニルで殴打ーーさせるなど、現実でたぶらかした。トールが、ロキ、従者のシャールビ、レスクバを連れて、自分の城に訪ねてくると、早速技比べを申し出た。そして、ロギ、フギ、海に繋がった、核廃、灰色の猫に変身させた、ヨルムンガンド、襟を用いて、 トール一行を打ちまかした。ウルトガルキロキの部屋でのトルキル。ルイス・モエによるイラスト。デンマーク人の自責には異なる姿のウルトガルザロキが登場する。デンマークのゴルモ王は宝物を溜め込んだゲルートの館を訪問しようとトルキルを案内役とした300人の船団で出発した。帰還に際し嵐に見舞われて多くの乗員が合死した。乗員たちは 思考の神に祈り、さらに多くの神々にも祈ろうとした。そうした中で、ゴルム王がウートガルティロキに犠牲を捧げて祈ったところ、天気の回復を見た。やがて、死後の魂の行く末に思い巡らすようになった、老いたゴルム王のもとに、トルキルへの敵意を抱く、者たちが来た。彼らは、王の疑問を解決する最初の手段として、トルキルをウートガルティロキのもとに派遣して、 彼を慰めさせるべきだと話した。王の命令に従って出航したトルキルは、途中で出会った巨人たちから教わった通りに旅をし、洞窟の奥の暗く不潔な部屋にいるウトガルティロキを見つけた。彼は手足を重い鎖で拘束されていた。彼にあった証拠とすべく、トルキルは彼の髭を一本抜いたが、彼の毛髪同様に髭は異臭を放っていた。帰還したトルキルは、 自分への抽象が止まない上に、王が夢の内容でトルキルを誤解し殺害しようとしていると知った。王が差し向けた資格を出し抜いたトルキルは、王に会って旅の一部始終を説明した。ウートガルキロキの実情を知ったゴルモ王は、地獄のアマリシにトルキルが取り出した証拠の髭の悪臭によって、周囲の者たちの数名も死んだ。ありがとうございます。